井上幸子は日本の女優である。本名は宮本幸子。大阪小畜学劇部時代の芸名は小和子。1915年6月5日、兵庫県神戸市中央区北朝郷2に生まれる。父親はオランダ人である。1927年、神戸市立下山首相学校を卒業し、カナディアンスクールに入学。1929年4月。 大阪松竹学劇部に入り、小和子という芸名で舞台に立つ。1930年11月、鈴木伝明にスカウトされて、松竹蒲田撮影所に入社する。1931年、小津安二郎監督映画、美人哀愁で主演に抜擢され、翌1932年公開の、春はご婦人からにも出演するが、いずれもフィルムが現存しない。その他、 斉藤寅次郎監督の喜劇映画などに出演した。ところが、1934年公開のなるせみきを監督映画、限りなき歩道に出演した後、松竹を退社。1936年公開の豊田、志郎監督映画、東京大阪特田へ往来に、秋田新一の相手役で特別出演していた。ところが、井上は、今後は、絶対に、 映画出演はしませんと突然声明し、芸能界を引退した。引退後に、俳優の斎藤達夫と結婚したが離婚した。1995年に発行された、日本映画人名辞典女優返上館では、以後の消息は不明としていたが、2003年、小津康二郎生誕100年記念シンポジウム、小津2003に登壇する。2004年、 第5回東京フィルメックスにて上映された、塩田昭彦監督映画、カナリアで実に68年ぶりの映画出演を果たし、話題になった。2012年11月19日、老衰のため死去した、万97歳ボー春はご婦人から、左は北次郎。ありがとうございます。